こんにちは、B-WAY チャンネルの荒川です。今日はテクニック第2弾といたしまして、私が勤務する武道大学の学生に、武道大学空手道部のテクニックを披露していただきたいと思います。で、今日第2弾は、武道大学主将をしております、荒川正俊選手です。正俊選手は埼玉栄高校から武道大学現在3年生ということで、今日はお願いしたいと思います。では自己紹介お願いしたいと思います。こんにちは、主将の荒川です。今回自分が解説する技は、変幻自在な刻みというのをテーマに、やっていきたいなと思っています。自分の技術を言葉に伝える大変ですが、しっかりと、伝えられるように頑張りたいと思います。お願いします。ではしっかり頑張りましょう。自分が説明するのは、刻み突きなんですけど、自分の刻み突きっていうのはこう一つのパターンじゃなくて、いろいろこう相手の動きやったりとか構えに合わせて一番変えてるんですけど、その中で今日は、4つだけ、刻み突きのパターンで説明したいと思います。でまず、1個目は普通にシンプルに構えてる位置から刻み突きを突くんですけど、まあセオリーとしては、構えてる位置から技を突く。でこれは、まあ、絶対的に基礎で必要なことだと思うんですけど、このパターンで突く際も突く位置を、最近の選手は結構みんな顎元に向かって突くんですけど、自分の場合はあえてそれを顔の目線上に外して突くっていう風にやっています。まあ、この利点としては、顎に突くと前手でどうしても前手で抑えられるっていう危険性が、まあ、高くなるんですけど、まあ、あえて上を突くということで、この相手の構えてる位置というかそれを上で通り越して突くようになります。で、シンプルに顎元を突く場合には、まあ、引きっていうのは、まあ、その場に上に飛んでもその場で引いてもどっちでもいいんですけど、この根元を突くってなった場合には、自分はこうあえて手先だけで後ろに突くっていうやり方をやっています。そうすることで、まあ、相手の返しが少ないというふうに考えたときに、体を前に進めるというやり方よりも、手先だけ相手に向けて自分は後ろに下がった方が効率がいいからだと考えています。で、次の刻み突きは2つ目は、まあ、セオリーはさっきここで構えてって説明をしたんですけど、自分は高校時代にこう緊張してしまうと、どうしてもこうここで構えた時に力が入ってしまって、右手ばっかりの技を出していたので、じゃあそうやってなった時に自分はとりあえず手の力を抜こうって考えました。じゃあ構えてるけど手の力を抜こうって考えた時に、そんなにこううまく力を抜くことができなかったので、だったらもう自分は前手を下ろしてこの距離感で戦うことを、選択しました。で、ここから突く場合に、じゃあ上げて突くとなった場合には、テレフォンパンチとなって相手に反応されやすくなってしまうので、構えが落としている時にはこの下のところから上に向かって突き上げます。まあ下から行ったら落とされるんじゃないかっていう心配はあると思うんですけど、確かにこの出鼻を狙われてしまうと完全に落とされてしまうんですけど、手がもう中まで入り込んでしまえば、いくらこう落とされても下からの突きやったら上の落とす力より下の方が強いので、自分は
っています。じゃあ次、相手が逆構えだった場合です。この場合は、通常だったら、しっかり相手の外を取って組み手をする、でも相手も虐待の場合は相手も外を取ってくるっていう可能性が非常に高いので、自分はそこでこう無理に外を取って崩すっていうやり方はしないです。その理由は、今この戦いを見ても自分の方が身長が低くて相手の方がでかいってなった場合に、完全に手足の長さが相手の方が長いので、自分がいくら外を取ってもこの場所で入り込まれてしまうと自分は反応ができないので、外を取るという選択肢よりかは自分は正体の相手と変わらない距離感で、この3つ目の突きは内側から突くっていうのが結論なんですけど、ただ単に内側から突いたとしても相手の前手が外側にあるのでしっかりと前手で落とされてしまうという可能性があるんですけど、自分はあえてまっすぐ突くのではなくてこっちの裏剣を使った突き方で入り込むことで、このカバー入ったとしても手先で入る。このまっすぐ突く場合には点で抑えられてしまうんですけど、こっちの弾脚を使うことによって抑えられたとしても入り込むことができます。で、こっちの、利点としては、相手がまさか内側から来るって思ってないところもあると思うんですけど、やっぱりこの突きを裏剣で突くっていうことは握って思い切り突くとスピードが出ないので、やっぱりこう打つとしたら手首のスナップ、肘のスナップを使って打つとなると、手の脱力っていうのを自然と意識しないといけないので、そうなってくるとさっきの硬さっていうのがなくなって手先で入ることができます。なるほど、はい、このやり方みんなにバラしちゃっていいんですか？はい、大丈夫です。はい。で、最後の4つ目は、じゃあ今内側から入りましたってなった時に、次相手は内側を警戒するってなった時に、そこで変わらず自分は外を取るっていうのではなくて、まっすぐ相手を取るんですけど、相手に一歩入ったところでまっすぐ突くと完全にこの相手の手っていうのが見つかってしまって自分は進めない。で、さっきの技をやってると、多少相手の意識が、こっち側に入ってくるってなった時に、自分は一個入って押さえてきたとしても、この手の外側で、この際にこう無理に外の足、前の足を外に取ろうとすると体が開いてしまって技の伸びっていうのがなくなってしまうので、自分の場合は、相手がこう外を取っている場合には、最悪前の手だけをかいくぐって、そうすることでこう体を開いて突くという可能性がなくなって、外を取ってるから返しの技は少ないと思われがちなんですけど、上手い選手はやっぱりその相手の外が取ったとしても、そこで中段がやっぱり外で中で抜いてくる可能性が出てくるので、その危険性も考慮して前手だけでもいいので外側をしっかり取って、相手が入ったとしても手先で引けるよっていう意識で、自分は刻みのパターンをいろいろこう相手の構えだったりとか大きさっていうのを考慮して刻みを考えている。で、今回は4パターンっていうので説明をしたんですけど、その他にもいろいろやり方はあって、それはやっぱりこう自分の組み手のスタイルだったりとか、あとは自分の得意な入り方っていうところで、そのやり方っていうのは変わってくると思うので、この刻みを参考にしてもらう上で、自分でこうやりやすい形で、技を自分で考えるっていうことがこう全体、自分の技の全体のレベルの向上につながっていくと思うので、ぜひ自分で参考にしながら自分で考えてやってみてください。まさに変幻自在ですね。ではフルスピードでお願いします。はい、
い、変幻自在の刻み好きということで、ありがとうございました。ちなみに相手役はですね、石川県出身の、自己紹介お願いします。高野司です、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。はい。